関西には様々な私鉄が走っているよね。山岳を走る鉄道から、都心部を走る路面電車まで様々あるよな。2018年には大阪メトロも民営化で実質的な私鉄化を果たしたし、結構関西は JR より私鉄が牛耳ってる感があるよね。大手私鉄もすごいけど、それ以外の私鉄も連携して広大なネットワークを形成してるね。関西大手私鉄は JR とバチバチにやっているけど、それのサポートを実は準大手私鉄がやってるんだよね。意外と関西は準大手私鉄も多いしな。ということで今回は、関西大手私鉄らを陰で支える、関西の準大手私鉄4社について軽く紹介していくよ。まずはじめに紹介していくのは泉北高速鉄道だよ。泉北高速鉄道は大阪府和泉市の和泉中央駅に本社を置き、中本から和泉中央までの全長 14.3km の泉北高速線を運営する、南大阪の準大手私鉄だよ。基本の路線は中本から和泉中央の区間だけど、泉北高速鉄道線内を走る列車の大半が南海高野線との相互直通運転を行っており、大阪都心部の天下茶屋、新今宮、難波に足を伸ばしているよ。途中駅の光明池、戸上北、泉ヶ丘、深井の4駅はいずれも、泉北ニュータウン内の駅となっていて、区間急行、準急行といった種別はこれらの駅と大阪都心部を直通で結んでいるよ。また、朝夕時間帯には和泉中央と難波を結ぶ、準大手私鉄唯一の有料通勤特急、泉北ライナーも運転されており、ニュータウンの住民の通勤の足となっているよ。そんな泉北高速鉄道はもともと、大阪府などが実施する第三セクター、大阪府都市開発という会社が運営する鉄道だったけど、2014年に、大阪府都市開発の株を直通先の南海が買い取り、子会社化した結果、現在の泉北高速鉄道になったよ。ただ、2025年に南海電鉄に吸収合併されて、南海の路線になることが決定されており、2024年の9月30日に、吸収合併契約が締結されているよ。吸収合併の布石なのか、最近導入されている新型車両の9300系は、南海の新型車両8300系をベースとしているよ。泉北高速鉄道が吸収合併された後は、車両も全部南海に引き継がれる予定となっており、もしかすると元泉北の車両が、南海本線の空港急行や急行列車、下手すると特急サザンで見れるかもしれないなど噂になっているよ。続いて紹介するのは山陽電気鉄道だよ。山陽電気鉄道は神戸市の長田に本社を置き、東端の西台から西側の姫路、網干を結ぶ全長 63.2km の準大手私鉄だよ。また、この路線長 63.2km という数字は、準大手私鉄の中では最大で、大手私鉄の阪神電車や相鉄をも上回る路線長となっているよ。山陽電鉄は主に2つの路線で構成されていて、1つは西台から山陽姫路に向かう山陽電鉄本線、もう1つは鹿間駅から山陽網干駅まで伸びている支線の網干線だよ。山陽電鉄では主に直通特急と各駅停車でダイヤが構成されていて、直通特急は山陽姫路駅と大阪の中心部、大阪梅田を、阪神電車と、この後紹介する神戸高速鉄道線に直通して結んでいるよ。本線は直通特急を中心に通過運転の行われる列車が走っているが、一方の網干線はワンマン運転が基本となっているよ。また、山陽電鉄は普通電車の行き先が西台駅ではなく、その先の神戸高速線内の駅になっていることが多く、西台駅は東端駅ではあるものの、終着点としての役割は果たしていないよ。現在でこそ直通特急主体の運転がされているものの、かつては阪急から直通の列車が出ていたりしていた時期もあったよ。山陽電鉄が運転する直通特急は JR とバチバチに競合していて、快適性を上げるために山陽電鉄の5000系や5030系では、快適な転換クロスシートが用いられているよ。山陽電鉄の株の 20% は直通先の阪神電車が所有しているものの、今後、これ以上阪神電車が山陽の株を買い取る様子もないので、会社が大きく変化するということはなさそうな感じになっているよ。続いて紹介するのは北大阪急行電鉄だよ。北大阪急行電鉄は、大阪府豊中市に本社を置き、大阪メトロ御堂筋線の江坂駅と、北摂地域の千里中央駅や美濃岡屋の駅を結ぶ、路線長 8.4km の準大手私鉄だよ。この北大阪急行は、少し前の2024年3月に、千里中央駅から美濃岡屋の駅までの 2.5 キロが延伸開業したことが記憶に新しい路線で、南端の江坂駅から、大阪の大動脈、大阪メトロ御堂筋線と直通を行い、新大阪、梅田、淀屋橋、難波、天王寺といった駅を経由して、ほとんどの列車が美濃岡屋のと中本を結んでいるよ。千里中央から美濃岡屋のの 2.5 キロが開業する前までは、路線長は江坂から千里中央のわずか 6.9 キロで、準大手私鉄の中で一番短い路線であったよ。この北大阪急行電鉄の江坂から美濃岡屋野の周辺は丘陵地域となっていて、丘陵に広がるニュータウンの間を走っているよ。また、大阪メトロ御堂筋線との直通を行うことで、ニュータウンから大阪都心部への移動を楽にしているよ。この北大阪急行電鉄は、1970年に、万博アクセスのため、万博会場の駅から江坂駅を結ぶ路線を開業させたのが始まりで、万博への客の輸送で賄ったお金で路線建設費を返すことができたため、現在でも千里中央以南の区間では1区間の初乗り運賃が、100円と超安値の設定になっているよ。
この北大阪急行は阪急電鉄、辿っていくと、阪急阪神ホールディングスの子会社であり、北大阪急行が保有する車両は車内が木目調に緑色のモケットだったり、阪急風味漂う車両になっているよ。最後に紹介するのは神戸高速鉄道だよ。神戸高速鉄道は神戸市の中央区に本社を置き、新海地、高速神戸を中心に、神戸三宮やその他の地域を結ぶ、路線長 7.6km の準大手私鉄だよ。前述の北大阪急行の延伸によって、現在では準大手私鉄で一番短い路線長となっているよ。この神戸高速鉄道は準大手私鉄で最も特殊で、先ほど紹介した3社は自社の線路の上に自社の保有する車両を走らせるスタイルだけど、この神戸高速鉄道は車両を一切保有しておらず、線路のみの保有で、車両は他の会社から乗り入れる電車から賄うという方式をとっているよ。そしてこの神戸高速鉄道線内で乗り入れてくる会社は、港川から新海地が神戸電鉄、西台から元町が阪神電車、阪急神戸三宮から高速神戸が阪急電車と、実に3つの会社がこの神戸高速鉄道線に乗り入れてくるよ。そしてこのそれぞれの区間は、乗り入れてくるそれぞれの会社の実質的な管轄ということになっていて、それぞれの管轄区間内では一部駅を除いて、乗り入れ会社の駅放送、設備が採用されているよ。線内では西台から元町を山陽電鉄方面、阪神電車方面を走る直通特急が、新海地から阪急神戸三宮を阪急方面の阪急特急が直通してきており、この2種類で神戸高速線内の主な運用は構成されているよ。この神戸高速線は、かつてバラバラであった各私鉄の終着駅からそれぞれ路線を伸ばしてドッキングして、私鉄同士の乗り換えを楽にするために建設されているよ。会社の主要株主はもともと神戸市が半分を占めていたものの、後年に神戸市の持つ神戸高速線の株が阪急と阪神に分配されたため、現在では北大阪急行と同じ、阪急阪神ホールディングスの子会社として扱われているよ。こう見てみたら大手私鉄も面白いけど、準大手も十分に面白いね。結構運行スタイルとかもバラバラで個性があるのぜ。でもどこも直通を行ってるのがネットワークの広さを感じさせるよね。大手私鉄を陰ながら支えている会社もあるし、関西私鉄ネットワークをさらに広げていて利便性も上がってるね。ということでみんなもぜひ、機会があれば関西の準大手私鉄に乗車してみてね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。